石森夏美さんにお話を伺いします。石森さん、よろしくお願いいたします。先ほどパレードを見ておりましたが、跳躍がすごい。そうですね、私どもの三本柳三層踊りは躍動感のある踊りが特徴的となっておりますので、そこをぜひ皆様にも楽しんでいただければなと思っております。練習風景も暑い夏ですから汗がたくさんだと思いますが、いかがですか？そうですね、1回の踊りだけでかなりの量の汗をかきますので、みんな T シャツで練習するんですが、1本踊るだけでも T シャツが汗で色が変わってしまうぐらいになります。もう全てが見どころだと思いますが、ここを絶対見てねっていうところがありましたら、ぜひ教えてください。そうですね、一番最初に、歩み太鼓といって、演舞の、始まる時に、輪を作るための踊りがあるんですが、その時の跳躍力ですね、うちの太鼓、それから踊りの跳躍力をぜひ堪能していただければと思います。それでは皆様、お待たせいたしました。三本柳三層踊り保存会の皆さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
土曜日です。盛岡駅滝の広場で行われますおもてなしサンサ、午後1時30分から、午後3時40分からが市民文化ホール、そしてパレードは午後7時20分からとなっております。どうぞ皆さん応援に駆けつけていただ